はい、どうも、エイグベーコンです。今日もね、いろいろね、まあ、観光地を巡ってみたいと思います。そして今とてもおすすめなのがここ。本当に京都の中でもね、結構穴場の中の穴場と言われるね、もう牛。牛はね、やっぱいいよ。いや、抹茶としてのね、マシとしてのね、魅力がね、とても詰まっております。抹茶のかき氷、この夏はね、本当に美味しそう。あとソフトクリームなんかもあってね、めちゃくちゃ美味しいよね。これをね、パクパク食べながらね、向こう本当に平等いい。平等いい氏神神社。たくさんのね、これ、なんかね、京都のね、のんと東山、嵐山みたいにすごい、人がね、わんさくおるような感じではなくてね、本当にゆったりまったり過ごせる場所としてすごい穴場なのはね、もうね、お茶摘んどるね、お姉さんをいっぱいお茶摘んどるね、かわいいね。かわいくね、お茶摘んで、そのお茶が踏まれて、いいお茶やるんかね、ってね。またこの段々畑からね、岩のホース、お茶畑から、そして、この冬景色の平等院を見ながら、なんかもう天国やね。なんか昔の貴族の方がね、もう天国をも意識して作ったんかね。空十円玉もね、もうね、ずっとこれ、疲れるね。自分の町がこんなカフェになるなんてね、すごいよね、後ろ人の時計やね。じゃあ、牛つきました、牛太鼓。太鼓包み跡、これが全部茶葉でございます。茶葉茶葉、お坊茶葉、あれもいいけんね。でもこれはね、すごいね。広い広大な土地ね。これ、ケア牛駅の前にあります。これが牛の茶の葉のいっぱい実っておりますね。もみは出す限り茶葉茶葉茶葉、お坊茶葉でございます。でもね、ここね、ちょっとゆっくり歩いてみてね。中ね、公園みたいなとてね、すごいお子様連れのね、家族がね、奥でね、みんなこうピクニックしてたいね、なんやかんやでね。まあこの日もね、ゆっくり、ちょっとね、涼しげにこう、柳の木が揺れております。柳ちゃんはね、柳揺れしております。すごいね。これがいい感じで揺れててね、もう駅前のこの新しいスポットとなっております。でもね、なかなかね、こう人がね、これは牛のね、本当にイオンモールみたいなところでね、バスケットをした、お人のセイクベーコンをしております。そして宇治川の過ぎてこのお茶景色、お茶屋さんね、これがまたあのね、冬な、宇治川に参りました、これが宇治橋のね、橋が架けられてね、これ宇治川一級河川でございます。宇治川大河建てたよね、すごいね、この、いやもう本当にこういう景色、雄大な景色もありか、あほんまにでかくてね、ここもね、四季の景色よりよりが本当にもうりよりよりよんでね、で、嵐山と町に似とるんやけどもね、またさらにね、もう本当プールの紫式部もってね、なかなかね、見応えがあるんよ、いろんなところがね、見応えがあるんよ、とね、本当に儲けはどこ行ったよね、ここからね、西上神社表参道に入りますよ、平等院の表参道に入ります。平等院の奥に入りますゲラ。ね、本当にここにね、ね、ここ一年で楽しめるもみじの広場。もみじがいっぱい実っておりますね。まだ紅葉の前よね。まだまだ早いけどね、綺麗なもみじ入り口あって、ここから平等院に入って、平等院に入りますけどな。こうやってね、裏路地もね、素敵。表参道は人がいっぱいやけんね、観光客。顔ね、いろんな国の観光客の人が増えたけど、こうやって表参道から抜けて、いろいろソフトミニククリーム舐めながら、こうやって裏路地を進みながら、道を探索するって、とても不利やねん。またおいでやす。ありがとうねん。